はいはい。あ、ごめんなさい。僕も今、ちょうどオンラインレッスン始まっちゃうところで。今夜何時ぐらいだったら時間あります？あ、わかりました。じゃあ、後ほど電話します。はい、すいません。はい。タイミング悪かった。すいません。9時とかだったら、うん、大丈夫です。じゃあそこにさせてもらおうかな。ありがとうございます。とんでもない。了解しました。じゃあまたよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、お疲れ様です。今日は3月14日です。石井さんとね、今ちょっと喋ったんですけど、昨日出張レッスンで生徒さんのね、ギターを預かってきてしまいまして、ちょっとバリが出ちゃってて怪我するから持たせておくわけにいかないという判断でね、でちょうど自分の預けてたバリアックスもね、合間に進めておいてくれたみたいで、はい、回収が決まりました。いや楽しみ、早く弾きたいんで。で、今日は月曜日ということで、一応定休日なんですけども、レッスンはね3つ入っておりまして、朝10時もう来ますよね。であとは午後のオンラインレッスンという感じでございます。で、Vlog が全く私手ついてないんで、これが今日のやつなんで、これをまず仕上げ、明日のやつもやるっていうことで、今日はそんな感じですね。セスさん来るまでとりあえず進めようか。全部つないでやってるんで、ここのパートだけでね。もしかして生徒さんあれかな、勘違いしてるかな。21日、もしかして来週月曜日に変更お願いしますって言ってたから今日って入れたんだけど、月曜日祝日どこか空いてますかって聞いてるんですよね。来週の今日祝日じゃないですよね。21日ってことか。これもしかして21日はまあ空いてるから大丈夫だけど、勘違いしたのかな。珍しく今ね時間10時過ぎて来てないんで、あの連絡もないから、多分そういうことなんだと思う。ということで、なるほど、じゃあもうひたすら午前中は Vlog 作業っていうことになるんで、はい、レッスンは午後からですね、これおそらく。はい、今日の動画が編集終わります。現在11時17分ということで、順調ですね。まあ1個遅れてるけどさ、動画の編集のペースとしては素晴らしい。おっと、なんか変な感じになったな。で今日もね、できる限りやることリストを進めていこうと思いますので、レッスンまでね明日の動画作るし、洗濯掃除そのあたりも合間合間でやっていこうと思います。もろもろ連絡しなきゃいけないっていうのもあんだよな。はい、書き出します。おい、じゃあお昼ご飯にしたいと思います。食べまして、洗濯物を干して、でプロ棋士がねまだ明日のやつ出来上がってないんで、
掃除先にやっちゃいたいと思います。よし、いや、お腹いっぱい、いきます。はい、掃除終わりました。いや、もうさ、暑くてさ、着替えましたよ。で、ついでに風呂掃除もして、シャワーも浴びて、いや、暑いね、もはや。で、プロ棋士が出来上がっております。その前にやることリスト一回チェックしておきましょうね。あ、朝練の編集、そしてアップ、これやっとかなきゃいけないね。これはすぐ終わる。はい、では参ります。はい、1個できた。朝練のお時間でございます。よろしくお願いします。13日。はい、2つ目書き出します。これはね、簡単なの、ほとんど編集してないから。問題はこっちですよ。これは時間かかるよ、朝練の内容だからね。あ、で、やることリスト、これ OK です。ちょっと事務作業もあるな。あ、ていうか公開設定やってね、今日のやつだから。よし、公開できた。よし、やることリスト1個終えた。ちょっと待って、ちょっと休憩して、疲れしたな。オンラインレッスンの準備していきましょう。こんにちは。もう暑いね。まあ一旦例えばその C6 をドロップ2で語源から展開してくださいっつって、はいはいはい、いいと思います。じゃあ今のやつを今度は 1,2,3,4 弦でいきますか。ペーパーハウスです。めっちゃ面白いです。シーズン5、結構長い。でもあっという間、めっちゃ面白いですもう止まんないと思うよ。ああ、もうだって、ああ、うん、じゃあというわけで、はい、オンラインレッスン終わりました。で、このあとね、5時からラストオンラインレッスン。いや、暑くてこの部屋、本当はここで明日の Vlog 進めるべきだよね。分かっているよ。ちょっと休憩しようかな。なんなら髪取りますか。ちょっと休憩だな、これは。今度こそ髪を取ります。
はい、仮眠を取ってきました。オンラインレッスンラストです。やっていきます。あー、ちょっとすっきりしました。ちょうど今着信が、いや今日あったかいですな。お散歩日和ですね。では参ります。ワン、ツー、ワン、ツー、サン、はい。次回はきっと春休みになってると思いますけどそうだね。お疲れ様です。はい、本日のレッスンも終了しました。ふう、じゃあここから明日の動画編集ですね。いやちょっとあれかな、ちょっと一旦ウォーキングとか行ってみる、気分転換に。はい、結局ですね、散歩行こうと思って一瞬外出たんですけど、もはや寒くてですね、やめました。で、ミーティングの時間になりました。今日はね、ラストにくにさんと、そしてやすとミーティングがあるんで、それやって終わります。はじめましてですか、お二人。ラマでお二人は一緒の時期にいたと思いますよ。